前这个世界上的深度比赛，女子的深度比赛有达到100米的有6位，然后我们今天就找来其中2位，他们两个活力无限。那其实大家如果知道他们两个背景，其实像 Hanako， 他在今年在 Vertical Group 的比赛里面，他创下了106米的深度这样子。106米当然是那时候是创下世界纪录。Sayuri 的话，他其实在没有穿蛙鞋的，完全是有点像蛙式这样滑手踢脚的 Nothing 的一个深度比赛，深度是72米的深度，当时其实纪录保持了大概应该有两年左右吧。他们在15号晚上到的，他们两位是第一次来台湾，就让大家对台湾还蛮好奇的。我姓陈，是一个退休人士，就是喜欢潜水。我的潜水资历有40年。那时候下大香菇的时候，我非常惊艳力道的这种超透明的能见度。从此以后，几乎每年就来了，来力道已经超过20年以上。力道非常的得天独厚，你如果走遍全世界的海域，你会发现力道这个水，现在有人称它叫玻璃水，它的能见度最好的能见度是钢铁礁，钢铁礁坐底30米，你在水面上看得一清二楚。那现在东莞处帮潜客跟潜水店在钢铁礁跟大白鲨弄了4个界标，他把四座钢铁礁旁边都放了一个浮球，那是要让船家可以细锚用的，比较不会破坏下面的生态。那现在是造福了很多的潜客，那像我这种岸潜的也是可以用它做定标，非常的方便，他们就可以在那悠哉悠哉，每天从天亮一直到天黑。现在是自潜客比潜水客更多了。然后阳光直射的时候，时间最好是在10点到12点的时候，它可以到50米。你想象这种概念，在50米的空气中上游泳，相当的棒。Thank you.
You catch the water, not only him. All the out, you can use this kitchen. You keep swimming on the way up, so it depends on what you feel, what you want. Thank you.
ダイビングに限っていうと、海の深いところに潜っていくっていうのはやっぱりちょっと怖いですよね。失敗したらどうしようとか、途中で帰ってくるなんてなったりです。でもそれはその不安って私のために、私が安全に帰ってくるために私の中に起きている不安だから、それを取り去ってしまったら実はもっともっと危ないんじゃないかなって思うことがすごくだけど、フリーダイビングを今までやってきて、私がフリーダイビングから学んだことは、緊張することとか、ネガティブに考えてしまうこととか、まあ、嫌なこと、恐怖感とか感じることは、実は悪いことじゃないんだなっていうことをフリーダイビングから私は教えてもらいました。フリーダイバーの皆さんがすごくたくさん来てくださっていると思うんですけど、初めて潜った時の深さ、その時の気持ち、覚えていますか？私のファーストマイナンバー、初めての深度は35メートも、台湾の素晴らしい綺麗な海とこのコミュニティ、フリーダイビングの素晴らしいコミュニティの中で、自分自身のフリーダイビングを楽しんでいってください。懐かしい。